クリーク族とはアメリカ南東部に潜入するインディアン部族。本来はマスコギーと自称する。彼らの伝統的なスペルではムフス国である。現在のマスコギーはオクラホマ州、アラバマ州、ジョージア州、そしてフロリダ州に住んでいる。彼らの言語であるマスコギ語はマスコギ語族の中の枝言語である。セミノールはマスコギーと近い親族で同じように クリーク語を話す。クリークは文明化語部族の一つである。息子ギー族を含むミシシッピ文化圏のインディアンたちの都市。白人の侵入で破壊されていった初期の歴史上のクリーク族はおそらくテネシー川流域のミシシッピ文化の末裔でジョージア南部のウティナヒカに関連していた。単一の部族よりも緩い連合国のマスコギは今日のテネシー州、ジョージア州、 アラバマ州の川の流域の自治の村に住んでいて、ヒッチキ族、アラバマ族、コーシャッタ族など、いくつかの異言語を話す多くの民族集団で構成されていた。オクマルギー川沿いに住んでいたこれらの人々は、サウスカロライナ州から来ていた、イギリスの商人たちに、クリークインディアンと呼ばれた。最終的にこの名前は、チャッタフューチー川、オクマルギー川、 およびフリント川の上のジョージアの開拓地にあるロワー,ータウンズとアラバマ川流域のアッパータウンズと細分化されたクリークの町に住む様々なインディアン部族すべてに適用された。ロワー,ータウンズは、こうえた、カしタ、アッパーチェハウ、ヒッチキ、オコニー、オクマルギー、オカワイニ、アパラジー、ヤマシー、オクフスキー、サウオクリ、タマリが含まれた。アッパータウンズは、 トゥッカバッチー、アブヒカ、コーサ、イタワ、ホスリワヒ、ヒリビ、エウファウラ、ワコカイ、アタシ、アリバム、コーシャッタ、タスキーギなどが含まれていた。ミシシッピー側以東の多くのインディアンの集団と同様にクリーク族はアメリカ独立戦争のどちらの側につくかで分割された。ローアークリーク族は中立のままで残り、アッパークリーク族はイギリスと同盟して、 植民地の反乱者と戦った。反乱が1783年に正式に終わった後、クリーク族はイギリスが新しいアメリカが衆国にクリーク族の土地を割上したことを知った。ジョージア州はクリーク領地に拡大を始めた。クリークの政治家のアレクサンダー・マギリブレーはこの拡大への反インディアンの抵抗勢力を組織化して侵入する。 ジョージア人と戦うために、スペイン領フロリダから兵器を受けて、有名になった。マギリブレイは、個人的にアメリカ合衆国に土地を売った村の指導者たちと、戦いながら、クリークのナショナリズムの意味を喪失し、クリークの権威を集結させるために動いた。1790年のニューヨーク条約で、マギリブレイは、 クリークの土地の重大な部分を残った領地でのクリーク族の自治を連邦政府が承認することと引き換えに、ジョージ・ワシントン管理下のアメリカ合衆国に活動した。しかし、マギリブレイは1793年に死亡し、ジョージア州はクリーク領地への拡大を継続した。1813年から1814年のレッドスティック戦争として知られるクリーク戦争は、 クリーク時治療の内戦として始まったが、米英戦争に巻き込まれるようになった。小児族の指導者の手カムセとレッドスティックスとして、アメリカ人に知られていたアッパークリーク族の宗教的指導者たちによる熱弁に奮い立たされて、白人の入植者と合衆国のインディアン管理官のベンジャミン・ホーキンスが管理する文明化プログラムに積極的に抵抗しようとした。 レッドスティックの指導者であるウィリアム・ウェザフォード、ピーター・マック・イーンとメナワはアメリカと同盟を組んだウィリアム・マキントッシュ率いるローワークリーク族と激しく衝突した。1813年8月30日、レッドイーグル率いるレッドスティックスはアラバマ州モービル近くのミムズトリデのアメリカの全勝を攻撃した。そこはアメリカ白人と彼らと同盟を組むインディアンが 集合していた。レッドスティックスは砦を占領し、血まみれの衝突は続き、女性と子供を含む捕虜は殺害された。250名近くが殺害され、アメリカ南西部の開拓地中にパニックが広まった。ミムズ砦での大虐殺に対応して、テネシー州、ジョージア州、ミシシッピ順州は、クリークジ治療の奥深くに軍隊を進めた。数で、寮がされて武装も、 不十分であったため、レッドスティックスは彼らの荒野の要塞から主導を繰り広げた。1814年3月27日、第39合衆国不評連隊とゼロキー族とクリーク族の同盟に支援されたテネシー州民兵のアンドリュー・ジャクソン司令官は、最終的にタラポーサ・川上のホース州ベンドの戦いで、レッドスティックの抵抗勢力を破壊させた。レッドスティックスは、 破滅に追いやられたが、およそ3000名のアッパークリーク族の残りの抵抗勢力が数ヶ月間戦い続けた後に死亡した。1814年8月、消耗と上のため、彼らはウェトンプカでジャクソンに降伏した。1814年8月9日、クリーク族はジャクソン取り出条約に署名させられた。これは紛争の終了と彼らに、 先祖伝来の土地の半分以上である2000万エーカーの土地をアメリカ合衆国に割譲することを決めた条約であった。ジャクソンと共に戦ったクリーク族でさえレッドスティックスの放棄を許容した責任を負わされ、領土を割譲することが強制された。この条約によってアラバマ州は切り分けられ、1819年にアメリカ合衆国に州として承認された。 クリーク族の一部は戦争の後にフロリダに移住し、そこで彼らの一部はセミノール族とアメリカに抵抗するイギリスと同盟を組んだ。彼らは後にフロリダで起きたセミノール戦争の両側に関わることになる。米英戦争後、ウィリアム・マキントッシュなど数名のクリーク指導者たちはジョージアにますます多くの土地を割譲した多くの条約に調印させられた。最終的に、 クリーク連合は、さらなる土地の割上を資材とする、部族法を制定した。それでもなお、1825年2月12日、マキントッシュと他の州長たちはインディアンスプリングス、条約に署名させられて、ジョージアに残っているクリークの土地のほとんどを割上した。マキントッシュは、ジョージア州知事のジョージ・トゥループのいとこで、地域での白人の拡大にとって、クリーク族を脅威とみなし、 インディアン移住の政治要項を掲げた民主党に選出されていた。マキントッシュの動機は様々に解釈された。あるものは彼に贈賄があったと信じ、また他の主張では、クリーク族は最終的に彼らの土地を失うことを分かっていた上で、最良の取引をしたとも言われている。アメリカ合衆国上院が条約を批准した後の1825年5月31日。 マキント氏シはメナワ率いるクリークに暗殺された。オポスレヨホラ率いるクリーク自治委員会はインディアンスプリングス条約は詐欺的であるとアメリカ合衆国に抗議をした。ジョン・クイン・シー・アダムズ大統領はこれに同情的で結局この条約は新しく合意された1826年のワシントン条約で無効にされた。しかしながら ジョージア州知事のトゥループは新しい条約を無視して以前の条約のもとに強制的にインディアンを移住させ始めた。当初、アダムズ大統領は連邦軍を介入させようと試みたがトゥループは民兵を召集し内戦を恐れたアダムスは譲歩した。多くのロワー,ークリーク族がインディアン巡州に移動してクリーク族はジョージア州から追い出されたが およそ2万人のアッパークリーク族はアラバマにまだ住んでいた。しかし州は部族政府を撤廃してクリーク族に対する州法の拡張に動いた。オポスレヨホラはアラバマ州の保護のためアンドリュー・ジャクソン大統領の管理を求めた。そして何も用意されず1832年3月24日にクリークの土地を個人の割り当てに分割するキュッセタ条約が合意された。 クリーク族は彼らの割当地を売って西部への移住のための資金を受け取ることもできたし、州法に基づいてアラバマに泊まることもできた。土地の登記者と不法入居者はクリークたちを騙して彼らの割り当てから奪い始め、いわゆる1836年のクリーク戦争につながる暴力が勃発した。ルイスカス陸軍長官はウィンフィールド・スコット将軍を派遣し、 ミシシッピ川の西のインディアンジュン州にクリーク族を強制移住させることで暴力を終わらせようとした。ほとんどのマスコギがインディアンジュン州に移住したが、いくつかは残ったままだった。フロリダ州の正式書類のない民族的な町に住む数々のクリークと同様に、アラバマ州にはモービル北東のアトモアのポーチクリーク保留地近くに住む数々のマスコギがいる。 アラバマの居留地にはビンゴ場があり、毎年感謝祭にパワアの儀式を開く。さらに文化の度合いの異なったマスコミの末裔がアメリカ南東部全域に住んでいる。部族政府は八つの保留地で1億600万ドルを超えた予算を運用して2400人以上の部族員を要し、部族の施設とプログラムを維持している。自治国は旅行会社、建設、 テクノロジー、人材派遣、カジノなどいくつかの重要な部族の企業を経営している。部族の人口は、オクラホマ州のより大きい文化と経済に完全に統合され、マスコギ事地国の市民は、年に一度のフェスティバルや球技、言語の教室などの出来事を通じて敏感な部族のアイデンティティを保持して共有し続ける中、あらゆる分野での努力によって重要な貢献をしている。 1878年に建築されて奥ギーのダウンタウンに位置する自治国の歴史的な古いカウンシルハウスは1990年代に完全に回復して現在部族の歴史の博物館として役立っている。ありがとうございます。